46億年前、太陽系第三惑星、地球が生まれた。生命が誕生し、植物、両生類、哺乳類、人類が生まれた。絶滅を繰り返し、そして平成元年1月8日、私が生まれた。生まれすぐ世界で東西の壁が崩壊。日本ではバブルが長い不況に突入。でもこれが私の人生だ。ゆとり世代なんて呼ばないで。みんな全然違うんだ。働きたいのに働く場所がない。誰か俺を選んでくれ。ゆとりなんか全然ない。もがいてあがいて生きている。他人と比べてもしょうがない。一番になんかならなくていい。自分の花を咲かせたい。そう、自分の花を咲かせたい。東日本大震災が起きた。この大変な時に私に何ができるんだろう。友達が震災を機に新しい道を歩み始め、私一人が取り残された。綺麗な白菊の花火を見た。祖先の魂を鎮める鎮魂の花火だ。復興の気持ちを込めた色とりどりの花火の中、聞こえたように聞きました。亡くなった
て簡単でねえよ。つまずいて泣きわめいて夢と諦め行ったり来たりんだ。だから優しい心持っていれよ。私は思い切ってふるさとに戻り、小学校の先生になった。元気な子供たちにハッとした。先生、俺サッカー選手になりたい。私はパティシエになりたい。僕は宇宙飛行士。秋田犬のブリーダー。オリンピックに出て 100m で金メダル取る。先生は夢あるの？私？夢持ってないなら寂しいね。さすがに困った。でも大きな拍手ありがとうございました。